人間の子供じゃねえか。こいつはただの人間じゃねえ。チマ、祠まで運ぶぞ。ただの人間じゃないなら、この子は一体何なのなのよ。こいつはランディオル大帝の息子、魔族の王子だ。この顔は間違いねえ。王子様、どう見たって人間なのになのよ。大帝には人間の女との間に一人の子供がいた。長らく消息不明だったが。じゃあどうしてその子が魔界にいるなのよ。またいじめられたのですね。ボルボル、王子は強いんだからやり返しちゃえばいいのに。いいえ、いけません。あなたは何があっても決して人間に抵抗してはいけない。人間以上に人間らしく振る舞わなければこの世界では生きていけないのです。よう、お前、森の小屋に住み着いたのお前だろ。あそこは俺たちのアジトだぞ。おい、やめろ。なんだお前、弱いやつをかばって英雄気取りかよ。おい、お前大丈夫か。俺たちって弱いな。親父がカゼルの悪魔に殺された。奴を一人殺すと家族を道連れにする。このままじゃ俺や妹も。おい、どこ行くんだよ。まさか魔族の王子がこんな固い中にまでお出ましとは。お前、魔族の王子って。探せ、銀色の髪の小僧だ。
おい。わしだ、ロメオだよ。うなされていたようだが、大丈夫か？お疲れさん。逃げろ。お前どうした？恐ろしくて声も出ないのか？お前は
魔物と戦えないのだから。喜べ、猿の方がお前と話がしたいと仰せだ。さっきの話の これまで多くの魔物がお前を狙い、モンスターマスターのことを知っ、ん？モンスターマスター、かっこいいモンスターより小さいモン、ではモンスターマスターの修行を始めよう。はじめに、モンスターマスターの務めとは自分のモンスターを強く育てることじゃ。ピピピピピピピ。ん？お前、今何か言ったか？すまんが、よく聞こえんかったわい。もう一度。ピピピピピー！カリスマオーラ受信しました。君の超絶素敵でヤバめの才能、宇宙の彼方まで響いてきちった。私と一緒にトレーニングして、その才能をピカピカ磨こう。魔物を仲間にしてみよう。スカウトアタックをするか、ファイト。よし。もう魔物を仲間にできたの？わー、でももうちょいで季節が変わりそう。夏はこんな感じで植物が爆速成長するんだ。まだ
まだ奥に進めそう。共に行くぞ。サポート頼む。戦力落ち葉の山とか余裕でできるよね。蹴散らしてみよう。